どうも、アクションゾーン、タクト、シュートと、アイドレイス。はい、というわけで皆さん、はい、タイゼリア VS、ガスト VS、ココスン、カロリー対決ということで、今回はカロリー対決をやっていきたいと。金額じゃないの？あー、金額でした。あ、金額。あー、よかったー。終わった、終わった、今聞いてた。撮影終わった今。あー、ヒヤヒヤしたー。タイゼリア VS、ガスト VS、ココスン、金額対決はい、というわけで今回は金額対決ですね、はい、今回はファミレスでやってきました、はい、で、私がですね、ガストタイゼリア、私はココス、はい、で、翔ちゃんにはちょっとね、タイゼリアに行ってもらいました。若干安いだろうっていう。いや、だいぶ安いぞルールはですね、1時間で金額を使ってこいという、はい、感じの企画でございました。で、今から皆さんにはね、その映像を見てもらいたいと思います。それでは、いきます。はい、というわけでガストに着きました。紹介します。チーズインハンバーググリル野菜添え、ビーフカットステーキ、エビ入り肉団子と白菜キムチのチゲ、こちらでやっていきたいと思います。まあね、これ食べ終わったらちょっとデザートで攻めようかなと思います。それでは1時間よースタート。ちょっと先にカットステーキから硬くなっちゃうからね。いただきます。うまい。マジでガッツの指導ポテトだっけ、めちゃめちゃうまい。これだけで売ってほしい、うん、はい、完食。よし、チゲ食べたいな。チゲはカロリー規格ではないのでスーパー飲まなくて OK です。気になってました。これだいぶ俺の顔よりでかい。もうね、チゲ。はい、ということでココスが来ました。ということで早速ご紹介します。ビーフハンバーグステーキ、ビーフシチューハンバーグ、これが A セットですね。ライスとスープとドリンクバーがつきます。ミートブロッコリーの包み焼きです。値段的に言ったらね、ちょっとまだまだなんで、バクバクっと食べて追加注文で締めたいと思います。スタート。ハンバーグ系はね、意外と何個かいけるっていうのが分かったので、早いうちに胃袋に入れて、あとはちょっと細かいやつで、ちょっとお腹空いてるんで、ちょっとだけ黙ります。ビーフハンバーグステーキ終わり。目標は4000後半。多分相当きついんだよ。ということで、私はね、サイゼに来ました。僕一番食べれるということで、一番価格帯の低いサイゼリアに来ました。まず最初頼んだものこちら、ドリンクバーとラムとキノコの木こり風シーフードパエリア、ポップコーンシュリンク。値段もなるべく高いものと思ってこちらをチョイスしました。用意スタート。昔食べた時あんまりだった気がするんですけど、うまっ。これね、めっちゃうまいんですよ。うまっ。うめうめ。はい、パエリア完食です。大きな一口いくよ。やっぱガストのチーズインハンバーグは特別ですね。やば、まだ9分しか経ってないのにほぼ2品目終わんだけど、うん、はい、完食。デザートね、結構ね、ガスト美味しいの多いから、これ頼もう。キラーン、キラーン、キラーン、キラーン。やばい、客だって。完食。キャパは6割、結構来てる。とりあえずデザート待ちたいと思います。デザートいける？1個デザートでめちゃくちゃいいな。これなんですよ、クイーンイチゴパフェ1190円プラスで。米とかもいつもちょっと怖いしな。どうしよう、5000円いかなきゃか。一応まだ開始して14分なんで全然余裕あるんですよ。うん、これすごく美味しかった。おすすめ。びっくりしたね。
残り41分急ぎます。はい、ラムとキノコのキコリフル完食です。完食です。ということで、ニンジンをねもう注文したんで待ちたいと思います。というわけでデザートチャンネル、テンションが上がってきました。見てこのセーザル、セーザルってなんだって。ショコラフレーズ、モワールショコラ、エチゴ添え、黒蜜ソースのソフトクリームあんみつ、プリンアラモードパフェです。じゃあ早速食べていきましょう。めちゃくちゃだ。パフェむずくん、急に甘いの食べたらもういいやってお腹になっちゃった。これを締めだと勘違いしてるぞ。ということで第2試合取りました。クラトンマグロのたたき丼、ここにプラスであとでけえパフェがきます。うめえ。そしてきましたパフェ、見てくれ。俺の手がこれね、でかすぎ。マジで豪快。うまいやん。あ、マジでやばいと。2人目届きました。アロスティーニのダブルサイズ、プリンとティラミス、トリュフアイスクリーム、チョコレートケーキ。ね、制限時間は残り30分。美味しいです、はい、うん、はい、久しぶりに見たこの三色団子みたいなやつ。団子侍でしか見たことない。こんな知ってますか、団子侍。どうしたか、上がり。もうあれはきついんだよね。一口ラスト。5時間9分です。マジでキャパきついんですけれども、キリがいい数字まであと少しだったので、もう一品追加しました。コンポタージュ。これは今俺の限界。米なんて入れたらもうこの辺ね、もうマーライン化しちゃうね。本当に。めっちゃきつい。でした。3分10秒でした。相当な金額いきました。結果発表楽しみにしてください。それではありがとうございました。よし、ごちそうさまです。残り6分48秒、ここで終了させていただきます。ごちそうさまです。すごく自信があります。今日ほど俺の力が発揮された日はないでしょう。この残り時間、微妙な6分というね、スープ頼もうか。コーンスープ頼みます。届きました。あと20秒、無理だ。あと10秒。はい、ということでコーンクリームスープを抜いた金額で計算したいと思います。ありがとうございました。結果発表。食いましたよ、俺結構。俺もめちゃくちゃ買った、まあ、金額。ハイテク怖いな。この間スシローもさ、やばかったじゃん、7歳限とか。ハイテク最後にしたい。じゃあ私、ガストに行ってもらいました。はい。まあいろいろ食べましては、まあ、ステーキは欠かせなかったですね。まあそうです。で、まあハンバーグとかチゲとか食べて、合計金額は5019円でございます。いやね、デザートも結構食べたのよ。あ、はいはいはい。まあ結構ね、まあ、やりやすかったかな。じゃあ僕サイゼリアなんですけど、はい、ちょっと動画で別にわざわざ言ってないんですけど、リブステーキとプロシュートなかったし、まあそれができなくて、比較的価格帯の高いものを選んで、まあ諸々込みで僕が食べてきた金額3750円です。まあそっか、まあ、でもビーフステーキだったらまあ4000円いったかなぐらい。そうだよね、4000円はでかい。ココス怖いね。もうこれ対決より差がどんだけ開くかもあるじゃん。ということで私の今回の金額5100
ないんだよ。うわー100円もない。100円もう90。そうだ、90いくつぐらいですか。うわーおー、ちょっとヒヤヒヤした。うえ、7000円いかれるかと思った。あ、マジ。いや、なんかステーキ高かったイメージ、1500円とかしたイメージ。あのね、全部ステーキ、カットステーキ。あ、それだ。なんかある。なんかこの時代売り切れガスト全部あったっけ。不毛不毛るなよ、多分この辺に。じゃあ次回はね、また違うドッグ3店舗で、はい、またやっていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。ということで、見事私コーコスの勝利という結果になりました。今のところあの日以上の力を出せたことはありません。本当に自分でもよくわかんないですけど、めちゃくちゃなんかうまくいってしまった。ということで次回の話どうぞ。かつや限定メニュー1キロ唐揚げ、何やら1キロ唐揚げが相当きついらしいので、今回早食いしてみました。お楽しみに。